いや、私の名前は聖徳モドキだ。メイクする気がなかったんだ。メイクしなくてもちょっと聖徳太子に似てるって言われるんだよな。俺もそう思う。お酒を飲んだお腹だから優しいものが食べたいし、あったかいものが食べたい。柔らかうどんを用意したぞ。シコシコした丸亀のうどん結構好きなんだけど、シコシコ。けどたまーにこのほちゃほちゃのうどん食べたくなるんだよな。水を 280ml を沸騰させる。計量カップ、計量カップどこ。これ米のやつだな。このプロテイン混ぜるやつでいいか。うどんだけじゃさすがにちょっと物足りない気もするから、何があるかな。おお、レタスがある、野菜がある、卵がある。お、エリンギがあるじゃないか。何を作ろう。冷凍された食パンがあるな。ベーコンがあればな。パズーの食べてたあれができたんだけどな。炭水化物、炭水化物美味しいんだよな。マーガリン、マーガリン、あー、お空、晴れの空。卵落ちるっす。危ない危ない。豆乳って熱い。めんつゆも入れるのか。ふんふん、あかん。その間にマーガリンをこれを塗る。マヨネーズ、マヨネーズは人類の味方。もはや血液、からし、ぶわって全部出てきたんだけど、からしマヨを塗ってこれをチン。うどんもいい感じだな。そして私は塩昆布だ。信頼が高すぎる。万能調味料だよ。あちぃ、うん、あーうまい、うめ、ちゃちゃちゃ、うまい。もう一分近いぞ。エリンギを焼くぞ。そろそろパンも焼けたから、ね、ベスト。ほら、こんがりいいよ。あちち、これがガスコンロだったらヘイってやってたのにな。ベーコンはエリンギの代わり、ん、違う、逆。エリンギはベーコンの代わりだ。レタスを1枚2枚。いや、いい感じ。その間にうどん食べよう。目玉焼きをオンザトースト。塩昆布だ。やっぱり塩昆布は何にでも合うんだよ。卵まで到達せんだ。うん、うまい。これ意外とうめえ。大成功、これ美味しい。